フィジーウォーターはフィジー共和国のミネラルウォーターのブランドである。背面ラベルの内側に南国風のイメージが印刷されており、全面から透かして見ることができる独特なパッケージデザインを採用している。水質は高度が比較的高い軟水で中高水とも表記される。フィジーウォーターを生産しているのはアメリカの企業。アメリカを中心とした海外では、 ハリウッドセレブなど多くの有名人が愛飲していることでも知られ、高級レストランやホテルの水としても採用されている。フィジーウォーターの創業は1996年。フィジーで発見された耐水層を米国の起業家がいち早く抑え、フィジー政府と99年間のリース契約を結び、ボトル水の高級ブランドとして米国で売り出した。今では、 そういう出額のおよそ2割を占めるフィジーの重要な輸出品となっている。米国以外にも世界40カ国以上の国に輸出されている。日本国内ではまだ取り扱いは少なく、成城石井やプラザ、ナチュラルローソン等の一部の店舗や通信販売での販売にとどまる。2010年11月に株式会社インターパイロンが フィジーウォーターの日本オンライン独占販売権を取得。自社の通販サイト、ワン,アンドオンリーで販売されている。シリカの含有率が高い。水溶性のシリカは人体にも微妙ながら含まれており、毛髪、爪、血管、骨、関節などに含まれ、特に骨形成の細胞層に集中している。生態中には、約午後十九時が存在し、免疫力に影響を与えたり、 肌の保湿、骨や髪、爪、コラーゲンの再生、構築、補強、維持を手助けしている。成人1日あたり10から 40mg のシリカが消耗される。現在、1日あたりの摂取量は定められていない。通常はケースを多く含む食品を十分摂取することで補えるが、現代人はこれらの食材をあまり食べなくなったため、 慢性的に不足している人が増えているとも言われ、シリカが豊富に含まれる水は注目を集めている。現在、人体におけるシリカの生理学的な役割に関しては十分に研究が行われていない。しかし、米国のフラミンガム子孫研究では、ケイソンの摂取量と骨密度に密接な関係があるとされ、30代から80代までの 研究参加者の男女2846人の食生活における軽素摂取量を4グループに分けて比較したところ男性や閉経前の女性では軽素摂取量が多いほど大腿骨頸部の骨密度が高いという結果が報告されこれによりシリカの骨粗症症予防に対する効果が期待されているこの他軟骨やコラーゲンなどの生成に 密接な関係があると言われ、シリカの欠乏によって、骨の修復機能に障害が起こると言われる。フィジーウォーターの水源は、フィジー共和国にあるビティレブ島ヤンカラバレーの熱帯ウ林の地底深く、数百年の歳月をかけて自然が作り出した火山岩の地下水と言われている。セレブに人気のフィジーウォーターが日本上陸。エキサイトニュース、スピンザボトル。 エクスポーズレイゼスアラーミングクエスチョンズアバウトフィジーウォーターエスタイズ2ミリタリージュンタ、エンバイロメンタルレコードインパクトオンフィジアンズフィジーウォーターフィジー生活図鑑国内導入事例および取扱店舗フィジーウォーターフィジーウォーター2010年11月11日フィジーウォーターの日本オンライン独占販売権を獲得お知らせフィジーウォーターフィジーウォーターハット フィジーウォーター297フルテキストダイエタリーシリコンインテイクイズポジティブリーアソシエーテッドウィズボーンミネラルデンシティーインウェナンドプリーメナポーゼルウィメンオブザフレイミンガムオフスプリングコホートナチュラルアーティジアンウォーターフィジーウォーターズアーティジアンアキファーフィジーウォーターありがとうございます